こんにちは、吉田さん。まあ、吉田さんのね、まあ、チャンスとかリスクに対する考え方、まあ、拝聴しました。うん、吉田さんらしいなと思います。まあ、そこは私とね、大きく違うところなんですよ。まあ、私はね、言ってみればね、全裸になることを恐れないんですよ。今あるものが全て剥奪されて、なくなってしまって、本当にこう、地獄に叩き落とされるみたいなね。うん、家もなくなる、家族もいなくなる、もうお金もなくなる。もう全ての人脈もなくなって、インターネットの権利もなくなる、全てもなくなる。こういうのもね、いつも私覚悟してるんですよ。覚悟してるからこそ、手の中にあるうちに全てを使っておきたいなと思います。全てはね、なくなるんですよ。それは私は覚悟してるんですよね。生まれてきた以上、また裸になって死んでいく、つまり全裸になることを覚悟しているってことなんですよ、うん、でね、私はリスクも恐れないんですよ。吉田さんはリスクがあることはもう一切しないというスタンスで、それは立派だと思いますけども、私はどこまでどこまで精査しても見えないリスクっていうのが絶対に存在してですね、リスクなく生きることは不可能だっていうふうに割り切ってるんで、そうですね、リスクばっかりを取るわけではないんですけども、この前もお話したように、もう硬いやつね、コツ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 ちょっとずつ進める地味なやつは9割ぐらいやるんですよ。でも残り1割はあやふやなチャンスに飛び込む勇気を持ってるんですよ。これを勇気をね、この勇気を無謀と言ってもいいんですけども、まあ何でもね、よくわかんないものにもちゃんと飛び込んでみます。だから宝くじのようなものにも買う。その気持ちがネットビジネスにも飛び込ましたんですよ。すごくあやふやでわかりにくいものでしたからね、やる前は。なんか知んないけど稼いでる人がいる。でもほとんどの人はお金を失っている。なんだろうその世界はって感じでね、飛び込んでみた。つまり、その物事の内側に行かないとわからない。内側に行くともしかしたら、大怪我をするかも、死ぬかもしれない。でも結局このままではこのままなんですよね。そのなんかやらないリスクっていうのが一番大きいと思うんですよ。これは吉谷さん、やらないリスクっていうのをご存知だと思いますけどもね、多くの人が不安を抱えてうまくいかないかもしれないと、ネットビジネスで成功しないかもしれない、だから忙しくなると本業に戻るんですよ。このね、やらないリスク、これを多くの人は知らず知らずのうちに抱えてしまうんですよ。だから私はね、どちらかというと、リスク、すべてを失うことを恐れずに、それこそネットビジネスの世界に入った時に、麻雀店をね、失うことも恐れずに、社員を失うことも恐れずに、お付き合いが始まった彼女とも、もしかしたら反りが合わなくなるかもしれない。今まで付き合っていた友人とか、取引先の方から、ネットビジネスの情報発信することによって嫌われるかもしれないということも恐れずに、失うことを恐れずに挑戦してきた結果なんですよね。まあ、ですので、リスクがあることは徹底的にしたいという吉田さんの思考とはちょっと違ってですね、そこはね。リスクがあって、分が悪くてもやるっていう気持ちが私にはありますね。でね、お金の不安のことについても話されてましたけども、私お金の不安ってないんですよ。ストック的には5億10億あるわけではありません。多分このままでいくと、目標であった40代のうちに5億ってのは達成しないでしょ。でも50代のうちに私は10億円はできると思います、このペースだと。で、それなりの仕掛けも済んでますんで、あとはね、まあ見てるだけといえば見てるだけなんですよ。で、根本的に私にお金がなくなる不安ってないんですよ。これはないですね。で、必要なお金があったらその都度その都度作っていくことができるっていうのがね、この10年間で確かめたことだったんですよ。それまでもお金がなければ、ハワイで衣装を売るときのように、何とかしてお金を作ろうと思うと、その方法は、時給とか月給以外にはたくさんあることに気がついてるんで、どうしてもお金が必要だなと思ったらその都度作るって思考ですかね。だからなくなったところでなんてことないかなというところもちょっと違うところですね。まあないなりに暮らすってこともできますしね。ホームレスまでやった私ですから、なければないで、やっていくことはできると思います。まあ、当然その時には手放さないといけないものもありますけども、その覚悟もあります。ないと2000も手放せる、この家も手放せる、場合によっては偽装離婚なりね、家族というものを手放して生き延びることに、まあ、真摯に向き合うこともできるかなってところですね。で、がん保険って私入ってないんですよ。入る必要がないと思ってるんですよね。健康保険に入ってますけどもね。でもこれリスクエッジができてる状態かどうかっていうと、リスクエッジは健康保険に入ってる以上もうあるんですよ。高額医療制度って言って、どんなにお金がかかるような手術をしても、どんなにお金がかかるような医療ケアを受けても、私たちは最大で10万円以上出す必要がなくて、それ以上は保険が見てくれるんですよ。だから100万円の手術代がかかりましたって言っても、
90万円は保険が出してくれます。最大で自己負担は10万円前後まで、9万9000円ぐらいまでだったかな、まあ10万円ぐらいまでなんで、そういうことも知ってれば恐れることはないんで、全ての保険に入っていません。自動車保険ぐらいしか入ってないですねという感じなんですよ。で、リスクリワードね、リスクを最大化して考えるっていう吉谷さんの考え方もものすごくはっきりしていていいなと思いますよね。でも私はですね、暗号通貨に関しては特になんですけども、買うリスクは特にあったわけなんですよ、ね、10万20万で買うリスクってのありましたよね。でも逆に私は買わないリスクがあると思ったんですよ。これを素通りしてしまうと、ビジネスでお金を儲けようと思っていた私がお金が儲かることに背を向けてるんじゃないかなということでね、一つだけプレセールで買ったのが体のエダだったんですね。これは買うリスクよりも買わないリスクの方が高いというふうに踏んだからなんですよ。これもだからたくさんの情報をもとに自分で考えた結果、この決断は他の人はないだろうなと思ったんですよね。まだビットコインという名前も浸透してない時の、しかも私の経済的にものすごく苦しかった時なんで、私としてはすごくチャンスでしたね。宝くじよりもわからないものを買うチャンスでした。だからよく精査し調べて情報もない中で決断をしたわけなんですよ。決断には必ずリスクが付きまといます。必ずそうなるとは限らないんですよ。商品を売ったけどお金が振り込まれない、お金が振り込まれたんだけども、そのアカウントがまあペーパルみたいにねバンされてお金を取られちゃったね、そういうことがあると思います。だから全てにおいてリスクは存在すると思うんですよ。生きていることがリスクでもあると思いますし、明日が本当に来るかどうかそれもわからないんで、今日できるだけやるだけですね。もう今日全てをやりきって、明日ってのが突然奪われても、まあそれも人生だよねってことですよね。よくこういう言葉があるんですよ。墓場にはですね、自分のやりたいことをいつかやろう、明日やろうと思っていた方でいっぱいだってことなんですよ。つまりやること先延ばしして、リスクを恐れるがあまり手を出さなかった人生がその人間の姿じゃないかなと思います。私は今日までに精一杯やったかなと思います。明日になると明日の欲望が生まれてくるんで、だから今日までの欲望は今日までで全て叶えていく、物欲に、まあ、正直に、ね、なっていた結果、今日という私が出来上がったのかなと思ってますね。それではご清聴ありがとうございました。